はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はこちら、まだ瞬きの一番星というストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけで、こちらはですね、横浜 DeNA ベイスターズコラボイベントのストーリーとなっております。ということで遊び方です、イベントで SR 泉田をチームにお迎えすることができますということで、今回こんな感じの泉田ちゃんをゲットすることができますと。いやいいですね、やっぱこうイベントでねこういうのもらえるのいいですよね。うん、そして、累積報酬のいっちゃん最後にですね、 DeNA ベイスターズベアマックスという、今回のコラボ限定のベアマックスがもらえます。はい、なのでこれは皆さんしっかりね、累積報酬も最後まで終わらせましょうという感じでございます。はい、ということで、まあ私も全部クリアしちゃったんですけど、まだストーリーは見てないんで、みんなと一緒にね見ていこうと思います。で、3話までございますので、プロローグから3話までこの動画で全て見ていこうと思います。ということで、じゃあプロローグからやっていきましょう。8月のシンデレラ9。はあ、これはダメ、これもダメ、こっちもダメで、ったく、まいったな、こりゃ。夏に向けて練習に熱が入ってっから、ボールの消耗が激しくなってきやがってるぜ。そうね、定期的に磨いたりほつれを塗ったりするだけじゃ限界があるわね。新しい球バンバン買っちゃえばいいんじゃないですか。部費ってどうなってんすか。いや、この先に控えた合宿とか大会の遠征費を考えると結構苦しいみたいよ。ったく、せちがれ話っすね。学校側ももっとドカンと景気よく払ってくりゃいいのによ。やれやれ、こういう心機臭い話してると気持ちまで貧乏になりますよ。なんかパーッと明るい話とかないんすか。そんなものそう簡単に。みんなー、あ、翼来た。おお、有原じゃねえか。どうしたんだよ、息切らしてよ。すごいよ、プロ野球の球団から連絡が来たの。プロ野球ってどこっすか。横浜 DeNA ベイスターズ。横浜 DeNA ベイスターズ。いや、そらびっくりするわな。プロの人たちからね、こんな高校に電話来るなんてことまあないですからね。はい、ということでプロローグ見ていきました。いや楽しみですね、一体どういう話になってるのでしょうか。ということで1話から見ていきましょう。8月のシンデレラ9。よし、今日のためってぐらい最高の天気だな。先輩いつになく張り切ってますね。当然だろ、ここで気合い入れねえでいつ入れんだよ。そういう吾妻も相当早く来ててじゃねえか。へへ、当然っすよ。なんてったって横浜 DeNA ベイスターズの野球教室を手伝わせてもらえるんすから。あ、そういうことね、 DeNA が主催してる野球教室にまあお手伝いとして参加してくれよという電話が来たわけですね。ちょっと待って有原、横浜 DeNA ベイスターズから連絡ってどういうことだよ。あのね、私もまだびっくりしてて、深呼吸、ふぅ。まずね、横浜 DeNA ベイスターズって野球を通じて地域に貢献するための活動をしてるらしくて。あ、そうなんですね。小学校とか少年野球チームを対象に OB の選手が指導してくれる野球教室なんかもあるんだって。なるほど、聞いたことありますね。子供たちの前でキャッチボールしたり帽子をプレゼントしたり。で、今回は野球を頑張る女の子のために小学校の女子選手を対象にした野球教室が土日の2日間で開かれるらしいんだけど、そのサポーターを協力してもらえませんかって私たちの野球部に連絡があったんだよ。そんなね、すごい話、なんでこんな貯水南水産にしてきたんでしょうか。おお、すげえじゃねえか。もしかしたらその子供たちの中に未来の後輩がいるかもしんないっすね。そうだね。最近よく言われるけど、野球の競技人口ってだんだん減っちゃってるんだよね。まあそもそも子供が減ってるっていうね、のもありますよね。でも、その代わり女子選手は少しずつ増えてるんだよ。こういう活動のおかげなのかも。
あ、そうなんですね。女子野球の人たち増えてるんか。それはいい傾向ですね。よっしゃよっしゃ。つまり当日は野球教室の手伝いをすりゃいいってわけだな。そう、しかもね、協力のお礼に横浜 DeNA ベイスターズから練習用のボールを送ってもらえるんだって。おお、ちょうどいいやんちょうどいいやんとか言ったら怒られそうですが、おお、それも球団のロゴ入りボール、すっごいよね。泉田先輩来ましたね。パーッと明るい話。おお、今からテンション上がってきたぜ。いや、いいっすね。いや、マイコが一言も喋ってなかったよ今皆さん、あ、 DeNA の選手来ました。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は貯水南水産の女子野球部のお姉さんたちにも手伝ってもらって野球教室を開催します。このグラウンドでみんなに野球を上達してもらって、今よりもっと野球を好きになってもらいたいと思います。はーい。うん、いい返事だね。それじゃあ早速グループに分かれよう。お姉ちゃん、その髪の毛どうなってんのまあまあ誰もが気になるとこですよね。一番最初に俺も気になるもん、どうなってるかって。あ、これか。これはリーゼントっつってよ、私にとって一番気合が入る最高にかっけえ髪型なんだ。かっこいい。だってそれ横浜 DeNA ベイスターズの監督と同じ髪型だもん。あ、三浦監督ですね監督の人みたいにお姉ちゃんも将来プロ野球のエースピッチャーになるの？ピッチャーか、どうだろうな。でももしそうなったら、あ、想像のワンシーンなんですねこれは。自慢のリーゼントをバシッと決めて、ファンの大歓声を浴びながら勝利を目指してマウンドに立つ私か。はは最高に決まってんな。よーし、内野のみんなノック行くよ。元気よく声を出していこう。おーっすー。さあみんなも腹の底から思いっきり声出そうぜ。お、なんかちゃんとお姉ちゃんやってますね泉田もなんか意外と泉田年下の子供たちとかに人気ありそうやし、なんかちゃんとね、面倒とか見れそうですよねなんか舞子とかのが全然見れなさそうな感じしますよね。うん、おーすーへへ元気いっぱいだな。子供ってのはこうじゃなきゃ。あ女の子 A、 はあ、お願いします。どうした女の子 A。 おいおい、どうした、声出てねえぞ。朝飯に嫌いなもんでも入ってたか。そうみたいですねこんなやる気なやつおるん。そうみたいですねって、だとしてもよ、そんなふてくされた態度してねえで、ほら声出そうぜ。あー、はい、出しました女の、こんな女の子おるん。ふ我慢だ我慢。子供相手にキレるなんて、私はそんな大人げねえヤンキーじゃねえぜ。ちょっとまどかちゃん、どうしてそんな元気ないの。別にいいじゃん。だって昨日まであんなに楽しみにしてたのに、プロの選手に野球を教えてもらえるって張り切ってたのに。意味ないよこんなの。おいてめえ、私に舐めた態度取るのは構わねえけどよ、せっかくプロの人たちが熱心に野球を教えに来てくれてるんだぞ、そんな態度ねえだろ。だって頑張ってもどうにもなんないじゃん。あ、今なんつった。どんなに頑張ったって大きくなったら男子に勝てないじゃん。結構なんかリアルなこと言ってきますねはい、ということで第1話見ていきましたね。ふてくされた女の子 A が出てきましたけれども、どう対処していくのでしょうか。まあ何にせよ泉田は結構まあキレるとかそういうの除けば結構面倒見良さそうな感じしますよね。うん、ということで、第2話見ていきましょうか。8月のシンデレラン9。あ、1日目終了ですかね。先輩、さっきからどうしたんすか？めちゃくちゃ険しい顔してますけど。あのさ、今日の野球教室で子供に聞かれたんだ。どんなに努力したって大きくなったら男子に勝てなくなるだろうってよ。へえ、ちゃんと先のこと考えちゃう子供もいるんすね。まあ、あがつまもそうですもんね。
なんか言い返してやりたかったんだけどよ、言葉が出てこなかったんだ。あん時なんて答えんのが正解だったんだろうな。私は中学のリトルシニアでもエース張ってましたけど、それでも男子との差は感じてましたよ。認めたかないけど、やっぱ違うんだなって。そうやんな。うん。でもよ、エースってことは吾妻の方が実力はあったんだろう。中学生だったからまだって話です。高校生にもなった今となっちゃ、まともにやり合ってもまず勝ち目ないっすよ。ま、この野球部が甲子園目指してる以上、それを乗り越える必要があるんすけど。んじゃ、お先っす。乗り越えるか。くそ、イライラすんぜ。泉田さん、泉田さんいる？おお、どうした？え、先生どうしたんすか？ちょっと。急いで職員室に来て。で、出て、電話。あなたと話がしたいって、ほら、早く。あ、ちょっと。誰やろう。かなりお待たせしちゃったからすぐに出て。わかりましたよ。てか相手誰なんすか。はい、もしもし。お、かん、三浦監督やん。ああ、泉田さんかな。はじめまして、横浜 DeNA ベイスターズ監督の。え、か、監督って、え、まさか、マジっすか。マジだよ。うわー、あのリーゼントがめちゃくちゃ決まってる監督っすよね。尊敬してますっす、ボス。その実は私も憧れの人に近づきたくてリーゼントスタイルやってて、女子がこんな髪型なんてあれっすけど。らしいね。野球教室から戻ってきた選手たちに聞いたよ。髪型の好みに男女は関係ないんじゃないかな。自分でこれと決めたスタイルを最後まで貫く泉田さんの姿勢はかっこいいよ。うっす、恐縮っす。それでこれも選手に聞いた話なんだけど、今日の野球教室で女の子に質問されて困っていたらしいね。それを聞いて直接話ができないかと思って電話をしたんだ。優しいな。そうなんす。どんなに頑張っても女子はいつか男子に勝てなくなるって言われて何も言えなくて。なるほど。確かに男女の差は大人になればなるほど開いていく。それに対して無責任に綺麗事は言えない。でも勝てる可能性がゼロじゃない限り、挑む姿勢を持つことは無駄じゃないはずだ。え、俺もね、自分が現役の頃は周りが強いチームばっかりだったんだ。投げても投げてもなかなか勝てない時もあって、散々打たれたりひどい負け方をしたりすると弱気になることもあったけど、絶対に下を向くことはなかった。歯を食いしばって立ち向かい続けた。そんな経験をしてきたことが今の自分の強さに確かにつながってる。だから最初から諦めないことが大切なんだってことを君が伝えてもらえないかな。私が、はい、よろしく。いいね。うっす。翌日、野球教室2日目。じゃあみんなが昨日教わったことを忘れてないか、もう一度ノックをして確かめてみよう。はーい。おー、いたいた。おい、窓か。あ、昨日の何ですか。なあ、お前昨日さ、大きくなったら男子に勝てねえって言ったよな。そうですけど。ってことはお前、勝てると分かってる勝負しかしねえつもりか。それかっこ悪いな。ああ、いいじゃんいいじゃん、そういう指導の仕方いいですよ。はい、ということで第2話見ていきました。いや、まさかね、DeNA の監督から電話がかかってくると、そんなことある？すげえよな、それって。ということで、羨ましいなと思いながら。まあ、でも実際、電話かかってきたとしても、何喋ったりかわからないくて緊張しそうですけどね。うん。まあ、そう考えたら、泉田はよく喋れてた方なんじゃないかなと思いますけれども。いやー、にしても、まどかちゃん、ふてくされてますね。さあ、こっからどういう感じでね、泉田が、
そのまどかちゃんに教えていけるのかというところですよね。うん、ということで、本日ラスト第3話見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。何それ、別にカッコつけたくて野球やってるわけじゃないですけど。じゃあ何のために野球やってんだ。それはそっちはどうなんすか。決まってんだろ、かっこよくなりてえからだよ。あたしら女子野球部は女子だけど男子と同じ甲子園目指して野球やってんだ。は？ありえない、そんなの絶対無理、かないっこないよ。男子と戦えるのだってどうせ今だけ。中学生になって高校に入って大人になったらどんどん差が開いて勝てなくなっていくんだ。プロの人たちが投げる球を見て思ったもん、やっぱり女子と男子じゃ全然違うんだって。だからだとしてもカッコ悪くなるよりはマシだぜ。花から勝てねえって決めつけて分かった気になって諦めるより下向かねえで最後まで突っ走り続ける、それが私のポリシーだ。意味わかんないだろうな、口で言っても伝わんねえだろうからさ、見とけよしっかりとな。すいません、私にノックお願いしてもいいすか。ああ構わないけど、ちなみに手加減とかなしでプロの打球ぐらいの速さでお願いしますっす。え、それはいいのかい。しゃあ来い。よし行くよ。いやえぐい速いやろな、そんなん。いて、君大丈夫か、あまり無理は。へへ、これっぽっち無理でもなんでもねえっすよ。次もっと強えのよろしくっす。うお、さすが男子、さすがプロだぜ。信じられないくれ玉足が速えけどよ、ここで私が取らなきゃ。もう一本バチコーイ。頑張れ泉田。最初から諦めてもいいって認めることになっちまうんだよ。ほらー、お、取れた。わー、しゃー、どうだ窓か。てんてんてん、やる前から諦めてたらな、取れるもんも取れねえんだぞ。私にもお願いします。昨日みたいな弱い打球じゃなくて、もっと強いの、男子と同じくらいの。ふっ、いや取れるやん。おお、なんだよ、運命じゃねえか。私これでもショートのレギュラーでチームのキャプテンやってるんで。そうなんか。へへ、なんだよ、根性あんじゃねえか。それじゃあ最後に今回の野球教室に参加してくれたみんなに球団から帽子のプレゼントがあります。いや、いいな。わー、やったー。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。おいおい、何照れてんだよ、嬉しくねえのか、もっと喜べよ。別に嬉しくなんか。よかったね、まどかちゃん。まどかちゃん、横浜 DeNA ベイスターズが大大大好きだもんね。いつも家族のみんなでスタジアムに野球観戦行ったり、テレビでチームの応援したり、選手の出てくる番組を必ず録画して何度も見てたり。違う、そんなことしてない。へえ。あの昨日からずっと思ってたんですけど、その髪型。おう、リーゼントか、かっけえだろ。横浜 DeNA ベイスターズの監督のリーゼントは最高にかっこいいと思いますけど、真似するのやめてもらっていいですか。な、真似じゃねえよ、監督と私の魂が偶然一緒だったってだけだ。まあ実際そうですもんね。うん、この髪型はな、自分を曲げねえって信念の象徴だ。どんな時でも下を向かねえ不屈の精神で、私はこれからも野球に全力だぜ、よろしく。あー、いい話でした。はい、というわけで全3話見ていきましたけれども、いかがだったでしょうかね。いや、まどかちゃんちょっと最後ね、ちょっとやる気見してくれてよかったですね。まあなんかああいう子供いますよね、ちょっとこう大人っぽいというか。ね、まあなんか子供はこう元気にねワイワイやってほしいなと思うんですけれども、
まあでも最後ねちょっとやる気出してくれてよかったですね。まあ泉田の形でね、体で証明するっていうやり方が良かったんだと思います。はい、いや泉田良かったんじゃない。お姉さん感出てましたよね。はい、ということで、今回のお話いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんコメントに、今回のね、感想とか書いていってください。はい、ということで、現在コラボ限定スカウトを着ておりますということで、こちらの3選手ですねの、スカウト着ておりますので、ぜひ皆さん気になった方引いてみてください。で、私ね、このスカウト動画も出しておりますので、まだ見てない方はぜひそちらも見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。そしてね、気に入っていただけましたら高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョス南水さんのチョスでした。バイバーイ。